卓球、T リーグ、25日、東京、代々木第二体育館。女子の開幕戦が東京、代々木第二体育館で行われ、2期ぶり2度目の優勝を目指す神奈川が、昨季覇者の日本生命を3対1で破った。初出場したパリ五輪で団体銀メダルの張本美和16、が、長崎美優22、 と組んだ第1試合のダブルスと第2試合のシングルスで共にストレート勝ち。衣装で貢献し、28年ロサンゼルス五輪へ好発進した。第3試合は平野美宇、24、が竹谷美鈴、16、を下した。張本が会長に走り出した。第1試合の長崎と組んだダブルスで快勝すると、第2試合で赤枝つぼし、20、 に対しても第2ゲームの4-3から痛烈なバックハンド。威力ある打球に相手は動けず、苦笑い。ドリンゴ初戦は単腹2試合で1ゲームも失わない圧巻のプレーで、リーグ史上4番目に多い監修3176人を沸かせた。いいスタートを切れた、と充実の汗を拭った。 団体要員で初出場したパリ五輪で銀メダル獲得に貢献。ドイツ戦ではいっぱ敗した後、相手のエースに3対0で勝つなど16歳が奮闘した。13日に帰国後は14日まで報告会などに参加し、15日午後から練習を再開。数日は時差ボケで寝られない日もあったが、ぼちぼち回復、と、無休、で開幕戦に参戦した。 4年後のロス五輪では中国を倒し、金メダルを獲得する夢へ再出発した。癒下強化、パリ五輪で団体銀、シングルス銅メダルの早田ひな、24、イコール日本生命イコールが五輪団体銀メンバーの平野の、長本と共に T リーグ特別賞を受賞。のじまポイント10万円分が贈られた。 サワン不祥の影響で25日のリーグ戦を欠場した早田は28年ロサンゼルス五輪へ金メダルを目標に突き詰めていくと決意。日本生命の村上康和総監督66は早田の現状について治療中。トレーニングはしているがボールを使った練習は再開できていないと明かした。